どうもブラックパンダです。シンクパッド X220 魔改造のパート4をやっていきます。今回はスピーカーの改造です。改造に使用するのはこちらになります。サムスンギャラクシーノート10プラスのスピーカーを2つ用意しました。このスピーカーと、純正で付いているスピーカーを取り替えて改造してみたいと思います。それでは早速分解していきましょう。この辺の分解はパート1からもうずっと分解してるので、さらっと早送りしちゃいます。パームレストの下についているこれがスピーカーになります。ネジとコネクタを外してスピーカーを取り外します。はい、取り外したスピーカーがこちらになります。このスピーカーの真ん中のこの部分ですねは残して、両端についているスピーカーの部分を取り除きます。中に配線が通っているんですけれども、その配線は後で使うので、その配線を切らないように気をつけて作業していきたいと思います。こんな風にハサミで切り込みを入れて、端っこのスピーカー部分はプライヤーで割って外していきます。ここまで外せたら、配線をスピーカーの根元で切って取り外します。反対側も同じように作業します。やってもうた。はい、やってしまいました。配線が見えるまでプラスチックを取っていきます。次はスピーカーの加工になります。このままでは大きすぎて入らないので、この部分でカットします。はい、余分な部分をカットしてここまで小さくしました。次は配線を取り付けていくんですが、この向きだと右がプラスで左がマイナスになります。で、こちらコネクタ側は赤と青がプラスで、白黒がマイナスになります。で、それぞれ赤と黒が右スピーカー、青と白が左スピーカーの配線になります。配線の接続が終わったので本体に取り付けていきましょう。スピーカーの固定はホットボンドを使いました。はい、固定したらこんな感じになります。で、スピーカーのこの部分に穴があるんですが、どうやらそこから音が出るっぽいので、この穴を下のスピーカーの穴に合わせるように配置しました。はい、それでは組み立てて動作確認していきましょう。組み上がったら改造前と改造後の音の違いを順番に流していきます。
ただマイクの性能があまり良くないので、まあ参考までにお聞きください。はい、いかがだったでしょうか。まあ音質は若干良くなったかなとは思うんですけれども、まあ正直時間とお金をかけてまでやる必要はないかなと思いました。はい、それでは今回の改造は以上になります。あんまり需要がないかもしれませんが、まだもう少し改造しようと思っているので、もしよろしければご覧ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。